使いたい数83以上、頼むかぶんないでくれ。ポルトガルのセンターフォワード、サウジ、サウジ、嘘でしょ、嘘でしょ。2週続けてで数字引く。入ってないかな、いる、左真ん中の左、エンケティアがいる。やっぱりさすがプレミアリーグでさ、ハットトリック決めちゃったらさ、 TOTW にならないとおかしいよね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。今回は11月3日ちょっとお先にやっております。センチュリオンズはまだのようですね。なんかいろいろ新しいのが出てきております。そういうわけで、じゃあ今回、11月3日のお知らせ読んでいきたいと思います。まずはやっぱりこれじゃないでしょうか。シーズン2アクト1トライアングル、なんだかよくわかりませんけれども、トライアングルシーズンへようこそ。目標をクリアして経験値と報酬獲得しようということで、20日間だけのシーズンになっております。11月じゃあ23までかな。あ、また11月23も休みなんだね。なんか追い込みもかけられるかもしれません。今回はマグは頑張れるんでしょうか、見ていきたいと思います。まずここら辺の報酬をねちょっと取っていきたいですね。前回は発売日のシーズン1だったんで、ページが8分のいくつまであったんだっけ、結構長丁場だったんですけど、今回は期間も短く、さらにこちらも報酬も短く刻んでありますね。そしてまずはここ、こういうね、シーズン報酬でもらえる選手ってのはタダでもらえるんで言い方悪いけどタダでもらえるんで、なんとかねここら辺は取っていきたいと思います。ただプレミアリーグの選手はここであえて取ることはないかな、あまり使われないチームのを取っていくことになるかなと思います。特にセンターフォワードはいいかな、センターバックの方がいいから、取るとしたらバンデルヘイデンとか取りそうなマグがいます。センターフォワードはね、やっぱりどうしても今だってもう90のメッシがいるじゃん。どんな縛りチームを作ってもどうせフォワードメッシじゃんね。自慢でしたこの時点でもうフォワードはいいかなって気分にちょっとなってたりします。これはマグだけかもしれません。次、今度はプレミアリーグはオニエアカ、なんて読んだらいいんだろうね、オニエアカ、オニエカわかんない。その他、なんだラマザニ、ね、こういうのでね選手名を覚えていくもんですよ、サッカーファンってのはね。ゲームから入るマグはずっとそうです。元々の発端はサカツク、そしてその次は多分ウィーレ、そしてその次は WCCF、 そして今 FC24、 そんな感じになっております。これでね選手名を覚えるんですよね。アーセナルとプレミアリーグしか覚えないんだ基本的に。そしてこっちはクラーセン、まあクラーセンかな、この中で欲しいのは CM、 まあポジションも2つあるしね。 RM とかだと1個しかないじゃん。 CM ならね、2つないしは3ついけるかもしれない。そして最後、なんでここだけこんな刻んであるんだ、あ、ウォークアウト確定パックなんですね。87、2枚か86、3枚か、え、3枚かぶった時って3人出てくるのかな、見たいそのためにこれ選ぼうかな。それとも2人で1人カットされちゃうかね。そしてここの報酬ちょっとマグは欲しいです。右ミッドフィルダーのイオビ、元アーセナル、これはもうね問答無用でイオビ取りですね、マグはね。その他誰、あ、ビッツェルだって、あ、ビッツェルもいい選手だけどもね、残念、もうここはもう一択ですね、あのイオビですね。というわけでね、何の攻略も情報系の動画でもないのでね、マグが欲しい選手を取る、それだけでございます。じゃあちょっと今シーズン変わったところあるかな。
他も見ていきましょう。どうせマグは一人用しかやらない。エボラウンジはスルーするとして、ここですね。マグが、必死になってやってるのここですね。プレミアリーグ5名の選手を入れて3勝、ね、80プラスレア5名取れるんでね。そして EFL チャンピオンシップ5名、これはあのイングランド2部ですね。そしてバークレーズ WSL 選手5名、これはイングランド女子ですね。今回はイングランドに偏ってますね。最初のオーナーってのは自力引きのことですね。トレードで選手を獲得してきたんじゃなくて、バックを引いて自分で引いた自力引きの選手のことを言います。というわけで、もうすでにメンバーを組んであるので、テーマに沿ったチームの研究ちょっと見ていきましょう。はい、というわけでこれがね、まあベストスカッドになっておりますけどもね。もうメッシが鎮座しておられますね。三菱のマークは一つもついていないのは、そりゃそうですよね。アルゼンチンの選手もいなければメジャーリーグの選手もいないんですからね。それは三菱のマークもゼロだわ。でもメッシだもん。まあもうしょうがないよ、メッシだもん。自慢でした。でプレミアリーグって言ってるけど、この中にももうプレミアリーグの選手いるんじゃないの。あ、4人、あ、惜しい。あ、いるね、ほら5人いるわ。だからこのチームを使ってもプレミアリーグクリアだわ。っていうわけにもね、やっぱり、ね、いかないんですよね今ね。コンセプトチーム、この間 SBC やったら全部いなくなっちゃった。でも SBC でいなくなった選手のところはね、このコンセプトチームにあの移るので、あ、なくなったわけじゃないので、あの SBC でどんどん放出しちゃっても別に気にならないですね。ここら辺がサカツクと違うところ。サカツクは全部お任せにされてしまう。コンセプトチームってのはないですからね。まあまあまあいいでしょう。シルバーが出てるもん。プレミアリーグで全部組めないんだまだ。あ、そうだったらベストスカットでやろうかな。ただ風見ろが使えるんだな、ここだとな。この間引いたパック以降まだ変えてない可能性もある。ストーンズとディアス、ガブリエル・ジェズス、ガブリエル・ジェズスが起用されないかわいそうに。ピックフォードおるやん。レノを使わないのか。メンバー変えるときはね、こうやって三角ボタンを押した方がいいですね。アレックス・モレノ、ハマーズだったんだ。スペインだからなんか違うのかと思ってた。こんな感じですかね。じゃディアスを入れましょう。お父さんはどうなったんでしょうかね。解放されたんでしょうか。なんかね、コロンビアだっけ、なんかコロンビアでね、あのちょっとディアス選手のお父さんがちょっと誘拐されてしまったそうでね、身代金要求なのか、テロなのか、ちょっとよくわからない事件が起きているということで、ちょっとね、一刻も早くお父さんが解放されるといいですね。本当に恐ろしいな、やっぱりコロンビアだよね。いや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 、リバプールの選手ですけれども、そこはもう全然関係ありませんよ。ストーンズ、あ、だいぶ強くなるね。これで結構強いじゃん、プレミアリーグだけで組んでもね。あ、これは強い強い。はい、というわけでこれがで、先ほどのチームミッションのクリアはこれでやろうかなと思います。そしてもう一つ、3チーム同時開催ができます。あ、ベストじゃないや、間違えた間違えた。イングランド2部チームってのもちゃんと作ってあります。あ、でもコンセプトになってるってことは誰か俺売っちゃった。あ、相馬売っちゃった俺相馬を SBC で放出したみたいですよ。マグはなんということをしたんでしょうか。日本人選手を放出しちゃダメじゃないですか。何をやってるんですか。ちょうどよかったんでしょうね何がちょうどよかったかは知らないけれど、これで多分あのコンセプトじゃなくてマイチームに入りますね。これが、マグが言った、3ミッション同時クリアですね。まずイングランド2部、これがイングランド2部ですね。イングランド2部がほら5人いますよね。全部シルバーです。60代ですね。でその他、この女子選手たちがイングランドです。イングランド1部のチームなので、この
5人が起用されております。清水選手と長谷川選手が試合に出ています。おそらくシーズンで獲得したんだろうけどね、なんかこのシーってやってるポーズのお姉さんがいつも気になっていて使ってしまいますどなたなんでしょうかね、どなたなんでしょうか、本当に分かりませんけれども、いつも気になってしまうのでついつい使ってしまいます。というわけでこれでまず、2つのミッションがクリア。でちょっと分かりづらいんですが、このシーってやってる選手だと分かりづらい、グリーンウッド選手でちょっと見てみますけども、左のあのパックのカードの部分なんですが、左上に83、上から83、センターバック靴が書いてあるんですけど、その下に三角で1って書いてあるんですけど、これが最初のオーナーという意味でございます。自力引きした選手はこの三角のマークがついております。なのでこの選手を5名集めれば最初のオーナー選手を5名っていうミッションのクリアになります。今はいるのかな、上からいくと1、2、3、4、足りないですねおや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 、うっかりしてましたよ。足りないですよ。これじゃダメってことですね。つまり。ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。ってことは、じゃあ、メッシを、こうすれば、自力の5人になるのかな ?1、2、3、4、5。これで自力の5人になりますね。最初からメッシ使えばよかったっていうことですね。ちょうど試合数も少ないから答えしちゃおう。はい、というわけでこれで、3ミッション同時クリアとなります。結局メッシ頼みのサッカーになるので構いません。はい、というわけで以上お知らせでした。もうちょっと続きます。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。いまいちやっぱりシルバーの選手が混ざってるといくら難易度をセミプロに下げてもスピードで追いつかれますね。まあシルバーの選手はね途中で変えてもいいんだけどね長谷川選手がだいぶ お怒りでございますもう怒ってましたね。セミプロなのに 2-0 で勝ちじゃこの程度よね。はい、というわけで、まあ、試合の内容とかはどうでもいいんですよ。ただ勝ったっていう事実さえあれば、そしてなんで今わざわざ試合をしたのかと言いますと、これで本当に、3ミッション同時クリアできてるのかどうかを見ます。どこだっけ、あ、できてますね。1、1、1、はい、全部1試合追加されました。というわけでさっきのマグが作ったチームはうまくいっていると、そういうことです ね。このチーム、このチームが最初のオーナーも2部も女子サッカーも全部うまくいっているということになりました、ね、それをお見せしたかったんですけどもね、もうちょっとマシなスコアで勝ちなさいよ。はい、というわけで以上ライブでした。次はシーズンの目標をいきましょう。これ試合開始したから1試合終わったんだね。あ、2点しか取ってないから終わらなかったじゃん。そしてまあこうやってコツコツとデイリー目標、試合プレイ、試合勝利、アシスト、ゴール、あ、俺モーメントやってねえわ。モーメントやるか、そのうち、まあ、動画外でね。そして、ウィークリーゲームプレイということで、なんかこういうのもあります。こういうのをね、着実にこなしつつやっていきましょう。そして FC ファウンダーってのもありますね。ユニフォームを FC ファウンダーのユニフォームを着て試合を行えば、経験値もらえるので、もらえてますね、うん。なのでもうマグはユニフォームを着ているということですね。大丈夫でした。ちなみにユニフォームはどうやって着るんだっけ、スタジアムだったかな、スタジアムからのクラブですね。でユニフォームはもう着てましたよ。ほら FC ファウンダー着てますよ、もう本当に。ちなみにだんだんアーセナルが増えてきてますね。クラブアーセナルとかね。あとはそのチームのロゴが欲しいですね。
というわけで以上ウィークリーでした。これのシーズンも全部クリアしていきましょう。イオウィまでたどり着かねば。そしてマイルストーンはほっといても勝手に出てきてます。なんかできてんのねえか、1個ぐらい。 あったあった。まあ通算の報酬なので、こちらはね200アシストで、何かもらえるようです。何かもらえ、ピッチトロフィーなんていらないんだよというわけでピッチトロフィーもらいました。いらないんだよパックをよこせ、パックを。というわけでね、本来ならねパックとかも手に入るんですけどもね、まあ今みたいなのも手に入ると。ここら辺はもう多分ほとんどやらないかな。 SBC 基礎に関してもね全然やってなかったね。あ、またワールドツアーモーメントだ。あ、じゃあこれをやればさっきのウィークリーもクリアできるな。1個ずつやろう。 K リーグ選手なんかいるかな、マグのチームに。わかんないな。はい、というわけで、以上今シーズンの報酬シーズン新しくなりましたよっていうお知らせでした。果たしてマグはイオビをゲットできるんでしょうか。イオビが欲しい。はい、というわけで、じゃあこの後は月曜日じゃないや、11月5日のスカットバトルの報酬をもらって、さらに今の、チーム別のねミッションとかをクリアしたパックとかで多分10パックぐらいは手に入るのかな。もうちょっと欲しいね。ね、10パックぐらい手に入るかと思われます。それを引く、そういう動画にしたいと思います。残りはあと3日後。よし、じゃあ遊ぶぞ。はい、というわけで、ただいま11月5日日曜日の18時でございます。スカットバトルの報酬をもらいたいと思います。3万5000ポイントぐらいまではたどり着いていて、エリート3までは確定しております。さあもらいましょうか。じゃあ報酬を、はい、こちら、スカットバトル報酬を受け取れますということになっております。ドーン。パックも今めちゃくちゃあったね。はい、エリートさん完了。はい、こんな感じ。12000コイン、メガパック、プレミアムゴールド選手パック、プレミアムゴールドパックをもらいました。マグの実力ではこれが精一杯という感じになっております。さあ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 、どうなりますか。で、目標に関してなんですが、この3連休で終わらせました。ちょっとこれももらっちゃおう。はい、センチュリオンズに関してはクリアしてあります。これはさっきお伝えした中ではなかったかな。イングランドの選手6ゴール、ミッドフィルダーアシストとかこういうのは簡単なんで、すぐに終わらせました。こっちかな言ってたのは。多分この3試合を一度にやるとかっていうメンバーを組んだような気がするんですが、それもちゃんと終わらせておきました。ということでこれは全部終わってます。で、その他、これかな、あのユニフォーム着るっていうだけで、ここら辺のXP もらえるんでね、これも簡単でしたね。あとマイルストーンになんか新しいの来てたかな。これにもねセンチュリオンズっていうのが入ってました。なのでこれもこれですかね。いずれかの難易度のスカットバトルでゴールを決めるってことは100試合やんなきゃいけないのか。今19試合やったみたいですね。100日間あるので、まあ年内でクリアはできるでしょう。その他センチュリオンズクラフトアップグレード制覇っていうのが来ております。 SBC に、センチュリオンズってのが来ているので、それを100回クリアするってやつですね。これね結構簡単にできるやつなので後でちょっと紹介します。その他、100ゴールの偉業、なんか100ゴールドは達成したようですね。まあ、1試合 5-0 以上なんで20試合やれば達成はするか。じゃあこれももらっちゃおう。ウォークアウトいっぱいしてほしいな。メッシとまでは言わないけどもさ。というわけでね、また今週遊ぶ内容が増えてますね、いっぱいね。楽しい楽しいという感じになってます。そう、じゃあ引く感じになるんですが、はい、
今ね右上の方に、コインが10万コイン貯まりましたね。まあ無課金でもこれぐらい貯まるって言いたいとこなんですけど、真ん中のマークをご覧ください。緑色の逆三角形、4900って書いてあるのはあれ課金ですね。つまり4900マグは課金をしております。これに関してはまた次回お伝えしたいと思います。次回かな、次回は別のやるかな、ちょっと待ってね。一応次回何やるかはね別のところに書いてあるのよ。次回は2週間後だね。なんでマグがこれ課金してるのかをお伝えするのが2週間後ってのは遠いね。まあ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 、今さらっと言っちゃってもいいか。これですね、エボリューションに関して、マグはこの5万コインと15万コインっていうのを捻出することが難しいので、一人用でやってるので。なので、ここを課金しちゃってますね。ほら、2000って書いてあるのよ。この2つ、やるかもしれません。ここら辺に関してね、エボリューションやるために課金しております。本来はね、多分しない方がいいんでしょうけどね、今、開拓者ストライカーが今できてますね。これはじゃあまた次回お伝えしたいと思います。次次回かもね。で、SBC に関しても次回、やりたいと思います。このセンチュリオンズが簡単なのでね、これをぜひやった方がいいと思います。まあ、さらっと言っちゃうと、アップグレードだったかな。これですね、センチュリオンズクラフトアップグレードっていうのがあるので、これが、100回できるのかな。スタメン11人とサブにちょうどゴールドって書いてあるので、ゴールドを入れればいいだけです。例えばこうやってトレフカのみ低レートにして選びますと、このように75から80クラスの選手ってね、今のマグでもこんなにいっぱいいます。で、80以下はねほぼ使わないです。試合で使うことはほぼないです。なので全部捧げましょう、ここにね。これは SBC 要員なんで、どんどん捧げましょう。はい、というわけで今回はパック引きいきたいと思います。残り時間ほぼパック引きになると思うんですけど、34パックあります。何もなかったら全カットというわけで、じゃあちょっと一旦カットしていきたいと思います。この最初のゴールドだけ一気にいきたいと思います。次編集でカットを開けした時に何も言及がなかったら、このゴールドから何も出なかったということです。というわけで一旦カット。はい、というわけで半分近くは引いたんですが何も起きませんでした。なのでここからいきたいと思います。まずはじゃあここ30、なんか安そうなのない？そうだね、もう安そうなのはないね。じゃあもうこっからウォークアウトよ、全部ウォークアウトよ。なんかその中でもアイテムが入ってくるようなやつか。これだね、メガパックはあのアイテムも入ってくるのでこちらからいきましょう。でもレアは18だよ。ほとんど選手の方行って歩いてきて、ドイツの真ん中、アーセナル、まさかのハバーツですか。ハバーツ来た、ハバーツ、ハバーツ引く、引く。まあでもアーセナル染めはやることになってるので助かります。こういう選手76かもしれないけど、これは下にやんなきゃいけないのがさ、やっぱりもったいないじゃん。だからあの SBC やりたいですね、早く。センチュリオンズ。ちょっとやっていきたいですね。ほぼ全てのゴールドコモンは流れていきます。あと他にアイテムがあるんだったら行きたいかな。あとはもう全部選手か。OK。じゃあここからレア選手パックはちょっと高いけれども、まあいっか。GO! これはもう確実でしょ。83以上。ちょっと歩いてきてちょうだいな。ゴールキーパー、ライプツィヒ。あ、やべえ、かぶった。84かぶりは痛い。84、あとはこんな感じ。ベンネシリ、あ、
結構持ってるより被ってる。ほらやっぱりちょっともったいないですね、そろそろね。使わない選手はどんどん流してもいいよね。でも3枚流すのがこっちに。ちょっと84もったいねえな。え、ここに来て。一旦 SBC 挟むか。はい、あのゴールキーパーがダブったんでこうなりました、つまりこれらの選手たちがいなくなります。ジョルジーニョ、スチェスニーもちょっと大きいけどもね、まあ使ってないからね。というわけで今の選手たちが全員いなくなって、こちら、なんて読むの、セルホー・ギラシーっていう選手が手に入ります。12名以上の選手が該当してる。みんなマイチームから反対側に行ってしまう。はい、というわけでこれで、これが SBC です。ゴールドの選手たちはどんどん、捨てていきましょう。試合に使ってる選手はね外さない方がいいけどもね、今の選手たちは結局全員使ってないからね。でこの色違いの選手になった場合はもうこれは使う以外にはもう取っとくって感じですかね。これだと何、ブンデスの選手なんだ。だからブンデス縛りの時にはこの選手を使えばいいってことですね。3人ぐらい揃えばあとはもうゴールドコモン、ゴールドレアはみんなね捨てていってしまいますね。だからこれがこうなってこの、なんていうの、グラッシっていう選手はキープになりました。ね、こうやって遊ぶものですはい、じゃあパック引き続きやります。んパック引きだよ。いや、 やっぱりねちょっと被り始めたね。早くあのチャレンジどんどんした方がいいかもね。はい、じゃあ次いきます。ジャンボレアパック、今度は84以上確定。あ、でも1人だけか。あ、でもゴールドレアが24だからね、全部選手だからね。え、でもアメリカなの、トップ下なの。いや、もう分からんて。あ、かぶった、またウォークアウトありがとう。でもこの選手もダブリですね。87ダブリですか。もうこれは嬉しいけれども今そんなに SBC やる時間じゃないのよ。あ、マジソンもいる。あ、でも84クラスを今ちょうど手に入れたんでね。あら、フィルミノ、でまたかぶったわけだ。また SBC やってきます。87はちょっとなんかもったいないけど、マグは多分ねレート84は作れないんじゃないかな。そんなに選手がいない。またやってきます。はい、というわけでこのメンバーになりました。85以上の選手を1人使わなきゃいけないっていうパックが1個あったので、フェデリコ・バスキロット選手でございますけれども、まあここら辺も取っていきたいと思います。あんまりねマグがねあの TOTW を持ってないんで、そっちを使うとかって書いてあるやつはちょっとスルーしちゃいました。まあしょうがないね、こればっかりはね。この87をどうしても使わないといけない、そういう状況なので仕方がありません。とセンターバックの人みたいですね。試合にも使ってたことがあったんだね今の選手はね。おめでとう、一人ゲットしました。ちょっと今日はあれだね、まあウォークアウトしてくれるのは嬉しいんだけどダブルねあ、ここら辺使えばよかったってなっちゃうのか。使えばよかったね。今のはレート83か82ぐらいの選手だったら使えばよかったかもしれないね。プラスアタッカー3名お願いします。ウォークアウトお願いします。センチュリオンズってのを引いてもいいよね。イタリアのストライカー、ユベントス。うわ、でもウォークアウトだった今ちょっとがっかりするところでしたけれども、まあウォークアウトならいいでしょう。そして86は高いので、全然いいです。さっきみたいにねあの SBC に捧げることもできますしね。フィルミノ、83以上頼む、かぶんないでくれ。
ポルトガルのセンターフォワードサウジ、サウジ、え、嘘でしょ、嘘やめ、2週続けてで数字引く、ナイスショーって言ってる場合じゃないよ、90ないの、なんかちょっと顔もむくんでるし、小島よしお感出てるし、てか2週続けてとんでもないの引きましたね、マグは。ただクリスティアーノ・ロナウドもメッシも、あの数字は高いし使えるせ、えかペース遅、これガチ勢は使わないね多分ね。あ、今そんな感じなんだ、ロナウドもメッシもなんかもうその扱いなんだね、なんか素直に喜べない今自分がいました。85、86は捧げるつもりなんでね、全然ね、でこの4枚がトレアリになりますので、ね、さっきのロナウドとかもなんか使えそうにないんだったらトレアリの方が良かったかもね。はい、じゃあ最後これは全部売ります、何が来ても売りますって言いたいところだけど、何が来てもはちょっとごめん無理だわ。アトレチコの左、サムエル・リノ、いやまあちょっと残念ですが全部上行くとして、こんな感じですかね。報酬でもらったトレアリは全部売ります、お願い、こういうところでいいのか来てくれないと困るの、ブラジルなのトップ下なのウエストハム、ルーカス・パケタ、もう一声来ないか、いやーいまいちですね、いまいちですね。プレミアムゴールド選手パック、選手のみ3枚レア、ここにかけたいと思います。てか本当色違い来ないね。イングランドフォワード期待大、ニューカッスル、カラム・ウィルソン、カラム・ウィルソンこの間ほらあのシーズンかなんかで報酬でもらえてるから、この選手は多分みんないらないよみんないらないね、行ってきなさい。さあラストメガパックでございます、これで最後お願いします、1万コインぐらいの、まあ、ブラジル多いな、センターバック、アーセナルはガブちゃんじゃないの、ちょっとそれは売りたくないな、ガブちゃんは売りたくないけどウォークアウトしないんだ、ガブちゃんウォークアウトしないんだ、そうなんだ、あまあでも4000コインぐらいにはなりそうです。あ、ベン・ホワイト、なんかアーセナルが結構来てる、はい、というわけでこんな感じでした。なんかちょっとね楽しみなのは来なかったですね、これ売れるかい、流してみるか、ハンター・グローブ、まあ、この辺ももしかしたら売れるか、まあ、ちょっと流してみるか、はい、というわけで今回はここまで、目玉はクリスティアーノ・ロナウドっていうところだったでしょうかね、いやーまあでも2週続けてねすごい選手が来てくれたのは嬉しいです。今回の動画良かったーって方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります、よろしくお願いします。サウジサウジ、あ、でも1万コインにはなったんだ。
1万コインぐらいにはなったみたいですね。まあ、誰も買い手はついていないですが、1万3000で買い手ついてた。まあ、ファンはいるでしょうからね。まあ、こんな感じになっております。ああ、でもそれだったらやっぱりトレアリで売りたかったな。ロナウドを売りたかったな。そして、今回結構ダブリ多かったんで、SBC そろそろ本格的にやっていきたいと思います。今手に入れたゴールドコモンやゴールドレアの人たちはもうどんどんね、さばいちゃっていいので、さっきみたいに、ダブって捨てちゃう方がもったいないんだよね。試合に起用するのは色違いが起用される。そんな感じがいいんじゃないでしょうか。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。次回は SBC をちょっといっぱいやろうよ。